お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、皆さんはですね、バレバレ枯渇だね。最近すごい流行ってるんでご存知だと思うんですけども、バレバレバレ枯渇ね、知ってますか？バレルが3つですね。はい。そのね、で今日はね、紹介していきたいなと思いますといったところで、なんとね、バレバレ枯渇の、テンプレのね、ウッドのところを鏡にしただけです。はい。なんですけど、鏡なんでね、こう、同じやつをね、もう一回できるというわけで、これでバレバレバレという感じでね、イラッとした方はね、ごめんなさい。今日はこれでやっていきたいなと思います。というわけで、チャンネル登録ね、まだぜひしてない方はよろしくお願いします。よろしく。で、すごいね、攻めの部分はね、間違いなく強くなりましたし、防衛もね、言ったらデリバリー2回落とせるんで、そう考えてもすごい強いと思うんですけど、ウッドを抜いたので、攻めウッドができないっていう部分ではちょっと辛いかもしれませんね。しかも、相手が今回、スケバレを飛ばしてきたので、ミラー対決説ありますね。さあ、同じ対決来ましたね。なのに、僕はウッドがないっていう致命的。これやばくないですか？ミラー対決なのに、ウッドがない方が勝てるわけないじゃんって感じなんですけども、今言ったら僕は枯渇枠が多いので、そういった面でね、戦えればいいかなとも思いますね。さあ、ここですね。こっちからの、みたいな。これで相手はだって、みたいな。ウッド構えてる逆に来て、そうですね。対応が遅れて、しかも、俺のゴブリンなんかレベル高いんでね、あいつら。やばい。逆にピンチか、これ。スケバレをね、インフィで抑えたいですね、正直。スケバレをインフィで抑えれると、ゴブリンバレルをデリバリーで抑えられるんですけど、そんなことしてると回転が追いつかないので、僕としては、そうですね。できるだけ、なんか単体のスケバレとか、こういうゴブリンバレルは、こう、スケド、あ、吹き矢とか、こう、スケとかで抑えていきつつ、やっていきたいですね。いや、これな、一回飛ばすでしょ。一回飛ばすと、デリバリーを構えてると思うんですけど、はい、そうですね。二回目ですね。これ、このゴブリンバレルは絶対ダメージ入るんですけど、吹き矢ナイトとかで抑えられた時に、フルカウンターがやっぱ怖いですね。出ますが、行きます。さあ、これはどうする？これにスケバレあるともっと良かったですけどね。え？完封じゃん。ほぼ完封されてる。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。で、僕としては、早めにね、溶かして、できるだけ吹き矢とかで、相手のスケバレ気をね、抑えていきたいですね。さあ、インヒを使ってくれると。いや、これ勝てんのかな？最悪ね、もう最後、一気に攻めれますからね。バレバレバレみたいな感じで。さあ、落として、ミラー構えて、シュシュシュ。いや、めっちゃいいよ、めっちゃいいよ。で、なんなら、この後来るのは単体系なので、そういうのはユニットでね、守れますし、ここですね、吹き矢と、これで、スケで守って、ウッドを使うかな。ウッド使わねえな、なかなか。ウッド使ってくれね。お？箱落とした。で、これにウッドを使ってくれんのかな。はい、使ってくれます。1ヤード取られるんですけどね。なんか、1ヤードやねえな。2ヤード取られてんだ。俺がバレル飛ばして、相手がウッド防衛して。あ、でも待って、あいつさっきウッド使ったよね。これ間に合わねえ。いや、箱さすがに、マジで、ね、もう、若すぎないと、ね。3歳ぐらいだったら反応間に合うかもしれないですけど、さすがに、そんな早く対応できないよねみたいな感じで。さあ、相手もなんか、あれおかしくね、相手。攻めすぎじゃねえみたいな、多分思ってますよね。うん。で、ここ一回待って、おっきいっすね、これ。よし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 、耐えろ耐えろ。耐えたらいけるぞ。これだってもう、どう攻めちゃおうかな。いきます。面白いことしちゃおう。てん、てん、てん。さあ、ウッドどっかで外せ。ウッドどっかで外せ。よし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 。よしよしよし。そりゃそうだよな。そりゃそうだよね。ダメージ通るっすよね、それは。で、僕は、スケバレのダメージというよりかは、ゴブリンバレルのダメージですね。ここはさすがに落としますけど、マジ、ゴブリンバレル単体系はこう、なんていうんですかね。他のユニットでカバーできるんで、でしかも相手ウッド使いましたね。いや、タイミング難しいですよ。ふいふいふい来ましたね。グッドゲーム。いや、これは、可能性しかないですよ。マジで。バレバレバレ枯渇。なんか、スケバレを2回ね、出してもいいですけど、僕出してなかったかな。基本。基本的にゴブリンバレルを2回作ってたイメージがありますけど、デリバリー2回とかもあんのかな？状況次第。スケラとか相手に上側落としてスケラ防衛でデリバリーとかかな。とりあえずね。さ
さあやっていきます。まあ、攻め手が1個増えるんで、まあ、十分なんですけどね、2個で十分なんですけど、まあ、1個増えることによってよりね、こうサプライズ感がね出てきますよね。さあ吹き矢欲しい。なんで吹き矢ねえんだ。アイスイズヒースピのデリバリーのデッキ僕知らないっすね。ヒースピ、あれ今ヒースピでしたよね。だからアイスイズベビーゴボリのヒースピ、インフィ置きます一旦ね。ちょっと相手の出来が分からなすぎて、ヒースピ、これにヒースピ入ってんの、なんだ遅延にヒースピなんか入ります。あれヒースピだっけ、ヒースピでしたよね。でワンチャントレーナーで緊急動されるかな。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。吹き矢ナイトからのスケですかね。吹き矢ナイトからのスケ、こんなん神ザップとか来た時は怖い怖い。相手なんかめっちゃ攻めてきますね。なので僕も攻めます。相手が攻めてきた時、いやーゴボリの位置うまいっすねこれ。取るね、うっとー、なんだこれ、これかな。ライトトルネ、トルネの枠ヒースピにしちゃったみたいな。わかんないですね。なんか、ワクワクしますね。相手のデッキわかんないデッキ。しないか。普通しないか。さあ、とりあえず、吹き矢からのウッドサイトなので、吹き矢ナイト作りつつ、で、まあ、こんなんベビーで終わっちゃうのか。まあいいや。とりあえずね、様子見、様子見、様子見ですね。相手のデッキちょっとわかんないので、あ、めっちゃいいヒースピ。いらねかったな。好きでよかったな。まあいいや。いや、マジで君のデッキ何？一旦ゴボリ？で、トルネがないのかな、ワンチャン。トルネがなかったらさ、結構でかくない？真面目に。トルネないって結構美味しいんだけどな。さあ、ゴレでしたね、やっぱり。これも一気にいっちゃいます。今言って結構使ってると思う。あー、いや、めっちゃうまくね？防衛。そんな防衛できる？普通。さあでもインフェ使っ、ライトニング使ったので、ここはインフェで守れますね。なんならデリバリー2回落としできそうですね。ここに来て。さあ。これデリバリー2回落としやっちゃいます。やりたいだけ、やりたいだけ。やりたいだけ。マジで、やりたいだけなんだけど、結構いいっていう。それがね。これ、こっち来たんで、逆サイネスケバレで、あのゴボリを腐らせますね。なんか普通に右サイルート強制してもいいんですけど、まあどっちもいいかなって感じですね。さあ、さあここは攻めたい、攻めたいですね、攻めたいですね。スケバレからのウッド使ったっけ、覚えてねえな。まあ逆サイスケバレ飛ばしていいよ。ああ刺さんね。もう一回バレル投げちゃうかこれ。もう一回投げちゃうか。いや一回丁寧に防衛します。一回丁寧でライトニングと合わされないように隅っこにねユニット出して、よしよしよし。溶けろ溶けろ。よしよしよし。いやー、デリバリー強っ。もう一回落とせるからね。ユニット来てもいいよ。俺ももう一回落とせるからね、君。よし。もう落とせない。もう落とせない。来んな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 。一回攻めて、からの、来た。これで、右側がバレる。見て見て見て。これだ。これ、絶対止まんない。やべ、フルカウント来る。待って待って待って、サイク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 、めっちゃ来る。めっちゃ入る、めっちゃ入る、めっちゃ入る。ナイスナイスナイス。でちょっと怖いな怖いな。これ相手ライトニングすげえ打ちたそうな顔してんじゃん。ライトニングすげえ打ちたそうな顔してんじゃん。打つな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 。よしよしよし。ウッドからぶれ、ウッドからぶれ、ウッドからぶれ。うん、左もあるよ。あ、右もう一回。はい、もう一回。やば。え、待って、めっちゃ強くないこれ。すごくないこれ。よく思いついたくないですかねえ。バレ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 いけるな。もう頑張れば4段階。4段階は無理か、これ。え、すごくないですか、結構。ね、だって、ワンチャンバレバレこかすなら負けそう。いや、負けてはないと思うんですけど、ね、ダメージ取んないところ、もう1段階いけるんですよね。それが強いですね。スケバレとバレるだけだったら、施設とウッドでこう、毎回ね、防衛されるんですけど、もう1段階あるんでね。相手も施設2個とか。まあ、なんか、やなめうっとしてツーとかじゃないとね、こう、追いつけないですからね、この僕の、バレバレバレ枯渇には。さあ、いい感じですね。相手、雪玉。しかも、雪玉見ると、ちょっとね、嬉しくなっちゃいますね。勝てそう。さあ、からの、やべやべやべ、勝てせとか言ってる場合じゃね。結構やばいですね。まあ、インフェぐらい、こいつぐらい飛ばしちゃっていいか。さあ、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 雪玉なんでね、スキャラですね、多分。ちょっと前に流行ったデリバリー、
多分デリバリー持ってそうなんですよ。でバレルここで飛ばすとデリバリーだけでナイトとバレル抑えられちゃうんで、一回待ってからのこうバレルを飛ばすと相手はユウノとこのもう一枚多分デリバリーだと思うんですけどねを裂かないといけないっていう。いやロイフグか、メガナイト、メガナイトロイフグだ。うん、やばい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 、デリバリーがね、ちょっと待って待って、ピンチ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 、インフィ持ってきて、よしよしよし、さあ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 。でも雪玉だけのメガナイトロイフグっぽい顔はしてるんですけどね、スケバレバレルすると結構なダメージを稼げる気もします。でなんとデリバリーデリバリーぐらいでロイフグ完封できそうなんですよね。どうかなどうかな、頭おかしいこと言ってんだけど強い気がすんだよな。まあインフェがない時にはワンチャンぐらい、ウッドがないんだよね、ロイフグに対してデリバリー。ああこれやべえな、これ攻めちゃった方がいいっすね多分。フルカウンターだけちょっと覚悟してね、攻めちゃいます。いやめっちゃいいエレキ、雪玉使ってくんねえってやべえな、やべえよこれ、これやばいっす。まあでも箱が正義、そう箱が正義っすね、マジ箱正義の吹き矢が生きてるのも正義。いやーめっちゃいいデリバリー、お強っお前強っ、相手もびっくり、ってお前なんでレベル10出てんのってなってる。それからの、いやー相手エレキやってる、しかも左のマジアチャこんな無視でいいですね。これ右側にスケバレバレルもう一回やりたいですね。で一応これ施設つられちゃうんでルート強制して、あーこれ踏まれるだけだな、踏まれるだけだな、一回陰キャラ構えします。あでもエレキ使った、雪玉か、おいやべ、箱早く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 箱早く、箱遅い箱遅い、やばい、ちょっと待って、やばいやばいやばい、デリバリーし、デリバリーし、デリバリーデリバリー、俺にもう一回行くんね。あちょっとやばい、まあでもなんとかね、なんとか耐えます。なんならやばい、ちょっとやばい、え待って、ほんとやばい、吹き矢こじれ、ナイス、よしよし。でこれでメガネと踏むけど、なんならこれがきついんじゃない、君きついよね、きついよね。エレキと雪玉で完封。うえい、危ねえ。来たでしょ、これ。真面目に。これ多分12勝いけちゃいますね。ちょっと続き、ちょっとまたやっときますね。はい。これやばいですね。革命レベルで強い気がしてきた。可能性しか感じないですね。まあ元のね、このデッキの形がやっぱ強いかったっていうのもすごいあるんですけど、マジでいいですね、これ。めちゃくちゃ面白い。皆さんもちょっとね、これ使ってみてください。これはね、マジでいいです。はい。というわけでね、今日はね、こんな感じで終わるんですけども、よければまだチャンネル登録、高評価ね、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。